お疲れ様です。お疲れ様です。ライライテカタタネレギュラースタッフ木村です。お宝紹介ということで、ね早速自分のお宝を紹介していきたいと思います。それがこちら。こちらの、財布とカバンでございます。こちらのカバンはですね、今のライライテカタタネ塚本店長から今年の誕生日にいただいたカバンなんですけれども、普段自分が、出かけるときは結構シンプルな服装を選んでき出かけることが多いんで、そのシンプルな服装に合わせていただいたちょっとアクセントのあるひび柄の、カバンでございます。もう一つこちらの財布、まあ一見普通の財布なんですけれども、ちょっと自分の財布が欲しい時になかなか思ったのが見つからなくて、じゃあもういっそのことを作ってしまおうかということで、こちらの財布を、一つデザインして、店の人に頼んで作っていただいた世界の一つだけのオリジナルの財布です。まあ、この二つはね、もう本当に一生使っていこうかなと思うものでございます。塚本店長どうもありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。ということでね、今日は、このシンプルな、服装プラス、カバンを使った木村冬のコーデを見せていきたいと思います。よろしければそのままどうぞ。木村さーん。ご覧に行きたいと思った方はチャンネル登録とグッドボタン、高評価よろしくお願いします。以上、ライライテカタタネ木村がお送りしました。バイバイ。